はい、今回はですね、光ゴケ事件の、船長の、事件後の、判決とですね、船長が、その事件で背負っていたことについてちょっとお話ししていきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になる方はチャンネル登録、よろしくお願いいたします。リスナー様、この、ちょっとね、だいぶっていうか、マイナーなところがあるんですけど、光ゴケ事件っていう、事件、ご存知でしょうか？もうかなりね、昔の事件なんですけど、1944年の事件なんですけれども、なんて言ったらいいんですかね。最初にちょっとだけ言いますと、人間の精神状態の限界とか、人間の極限状態を示すっていう、そういうような事件なんで、ちょっと考える、思うところがあるので、そこら辺のことを踏まえて、この事件と、その後についてお話ししていきますので、今回も、よろしくお願いいたします。まずですね、これどういうことかっていうと、ちょっとね、内容が難しいっていうかなんですけれども、知床の、北京の花でですね、船長、人間がですね、極限状態に、なって、人食いした事件です。人の肉を食べたっていう事件なんですけど、これっていうのはものすごい問題っていうのを含む話なんで、そこら辺のところからちょっとお話ししていきますね。この、1944年に起こった光ゴケ事件っていうのなんですけれども、この光ゴケ事件っていうのはちょっと後でねお話ししますけど、第二次世界大戦中にね、日本軍の船が、この知床の周辺で、なんていうんですかね、海で動いてる途中にエンジンが故障してしまって、この船に乗っていた船長1人と、船員が6人いたんですけれども、船からとりあえず脱出してなんとか生き延びないといけないっていうことだったんですけど、合計7人いるわけですよ。船長1人と船員6人。だけど、助かったのが船長1人と18歳の船員、っていう2人っていうこと。つまり、5人が、亡くなってしまったんですよ。亡くなってしまったっていうのは、この知床の、北京の花に、つけなかったっていうことです。で、ここからがまだ問題っていうかが出てくるんですけど、船長1人と、18歳の、船員1人で2人なわけですよ。で、なんとかかんとか、その船から生き延びたんですよね。この島ね、知床の北京の花っていうところの島になんとかかんとか生き延びたんですけれども、船のエンジンが壊れたことかね。ただし問題があって、このね、時の北海道がめちゃめちゃ寒いっていうこと、プラス食料が全くないんですよね。で、この、船長と、18歳の船員なんですけれども、寒いし、食べるものがないしっていうようなことで二人で過ごしていたんですけれども、寒さと、食べ物がないことで二人ともどんどん、体が弱っていくわけですね。栄養失調で、船長と、18歳の船員なんですけれども、18歳の船員が先に栄養失調で亡くなるんですよね。で、この時点で船長一人になりますよね。で、さらに寒さも、寒いで、食べ物が全くないということで、船長は生命の危機を感じるんですよ。で、船長はね、後に、この、島でですね、知床の北京の花で海藻とかアザラシを食べて生きてたっていうことなんですけど、これっていうのが全く、嘘っていうか無理なんですよね。この場所、海の付近には海藻とかアザラシは時期が冬っていうこともあって、これ全然取れないんですよ。来れないんですよ。つまりは船長は食べるものがないっていうことですね。で、ここからが問題っていうか出てくるんですけど、船長は、生死をさまよう空腹の限界状態に陥っていたと。極限状態に来ていたと。そしてですね、何を考えるかといえば、目の前に、18歳の船員の、遺体があるっていうことですよね。そこから、人間の本能が多分出たんでしょうね。18歳の亡くなった方の、遺体の、肉を食べたんですよ。内容的にね、かなりえぐい話ですけど、これっていうのは、この今お話ししたように、この北海道の、知床っていうところで、季節が冬っていうところ、食べ物が全くないっていうようなこと。で、この船長っていうのは、もうこのわからないんですけど、状態っていうのは、自分が生きるか、その18歳の船員の、遺体の肉を食って、生きるか、
まあ、自分が船長が生きるんだったら、18歳の亡くなった船員の遺体の肉を食うしか生きる道がないんですよ。あるいは亡くなるっていう、その自分がもう亡くなるしかないんですよ。そこで船長は、この18歳の船員の肉、人肉ね。あと、この18歳の船員の脳みそを食べたっていうことが、まあ言われている。ねえ。リスナー様と僕たちからすれば考えられないんですけど、人間の究極の空腹の極限状態に行くと、こういうことっていうのが全然起きるんですよ。うん。で、船長は、ね、二人、船長と18歳の、まあ、人を助かったけど、先に18歳の人が、栄養失調で亡くなった、その18歳の人肉を食べて生き延びた。っていうことなんですよね。うん。で、船長は、まあ、その後ですね、まあ、わからない、ここら辺はちょっとわからない部分もあるんですけど、人肉を食べたんですけれども、人肉もなくなるし、天候がね、そんな寒く なかった時に、頃合いを見計らって、まあ、なんとかならないかって言って、まあ、外に出て行ったんですけど、そうしたらね、とある、小屋に、ところに行き着いたわけですよ。で、そこでなんとか、まあ、生き延びたんですけれども、この、まあ、小屋でね、まあ、船長が、まあ、いろんな話をしたっていうことなんですけれども、この、なんとか生き延びた船長の話を聞いた警察官がね、うん、この船長の話ってなんかちょっとおかしいなっていうことを気づいたんですよ。それは何かって言ったら、さっき僕がお話ししたように、何を食べて生きてたんですかって後に、海藻とかアザラシを食べて生きてたって言うんですけど、この冬っていう時期に海藻とかアザラシは取れないんですよ。で、この警察官が何かおかしいんじゃないかって言って、船長がいたっていうところの小屋を見に行ったら、なんと、小屋の中が血だらけだったっていうこと。で、この18歳の、方ね、亡くなった方、栄養失調で亡くなった18歳の、まあ、船員の、遺体がですね、小屋の外の木箱に入っていたということは分かってるんですよ。で、この18歳の、船員の遺体の状態っていうのは、ナイフで切り取った跡があって、まあ、人間の肉がなかったっていうこと。つまり、これ船長が人間の肉を食べたっていうことです。これを証明されたっていうことです。かなり厳しい話ですけど、人間が、まあ、生き死にに関わると、こういうような状態になるっていう、まあ、リアルな現実、切実な現実っていうことです。そしてですね、気になるのは、この船長ね、人肉を食べたっていう船長、生き延びるために食べたっていう、まあ、まあ、これね、別名ね、職人事件とかって言われるんですけど、職人事件の船長は、その後どうなったのかっていう話なんですけど、人の肉を食べたっていうことは罪には問われないっていうことだったんですよ。で、この船長っていうのは何の罪に問われるっていうと、マルジンと死体損壊っていう罪に問われたんですけど、船長はマルジンを否定したっていうことです。だからつまりこれっていうのはもちろん真相っていうのはわからないですけど、18歳の船員が先に亡くなったっていうことなんで、で、船長はこの亡くなった船員の、まあ、死体損壊、まあ、肉を食べたっていうようなこと。だけど裁判ではね、うん、やっぱりこの、その寒さと、まあ、お腹が減った、その限界状態、飢餓状態であったりとかも考慮されて、まあ、この船長の罪っていうのは死体損壊の罪で懲役1年っていうようなことが、まあ、考慮されたっていうことです。まあ、つまり、うん、人の肉を食べてでもどうしても生き延びなくてはいけないって、サバイバルしないといけないって、自分の生死が関係してたっていうことを考慮された上での、懲役1年だったっていうことです。で、この船長っていうのは、刑務所の中で、ものすごく真面目にね、まあ、勤勉、まあ、働いていたっていうことから、少し1年よりも早く刑務所から出たっていうことが分かってるんですよね。で、この事件の、まあ、まあ、なんていうの、ポイントっていうか、まあ、ミソなところはあるんですけど、これ僕今普通に話してますけど、この当時はね、この、まあ、人の肉を食べたとか、人肉を食べたとかっていうことは、言うなよっていうことが言われていたんですよ。事件のことを、このことを言うなよってもうリアルだし、良くないから、うん。まあ、そのことについてちょっとお話していきますね。うん。この人肉とかもそうですし、人食い事件とかって言われてるんでね、この事件の、意味、内容、そういったものが明るみに出るといけないんで、これ観光例が引かれていたんですよ。言うなよっていう話ね。うん。しかし、やはりどうしても、この当時から口コミっていうのがあるんで、まあ、分かってしまう。船長は人の肉を食べて、なんとか生き延びていたっていうことを、後ろ指を刺されて、まあ、そういうことになってしまうんですけど、基本的にはこの事件の関係者とか、事件の裁判資料もないので、この事件っていうのはそこまで多くはならなかった。まあ、陰でね、そういうことを言われているっていう、そういう話だったんですけど、まあ、その後やっぱり船長は生きづらくなってしまったっていうことなんですけども、でもなんでこの事件が大きく有名になってしまった、有名になったのかっていうと、
それがこの事件の、名前になってますよ。光ゴケ事件って何かっていう話なんですけど、この事件をモデルにした光ゴケっていうフィクションの小説が出たんですよ。そしてこのフィクションの小説っていうのがものすごく多くの人の興味関心に触れて、その後光ゴケっていうのは映画にもなったんですよね、ただこの光ゴケっていう小説とか映画っていうのはフィクションの要素が強いっていうことです。これね、僕はこの時代に生きてたわけではないんでわからないですけど、調べてある感じなんでわからないですけど、真相ってのはわからないけど、この、フィクション、映画も小説も、フィクションだったってこと。で、船長っていうのは、この調べてね、やっぱそうなるよなっていうことを僕はちょっと思ったんですけど、光ゴケ事件、人肉を食べた後ですよね。で、刑務所に入った後も、船長っていうのはね、ずっとなんか悩んで生きていたっていうことは言われてるんですよ。だから、なんていうのかな。船長は、言ってしまえば7人、船長1人と船員が6人いました。合計7人で、その7人中5人が亡くなってしまったんで、海とかでね。船長1人と船員が16歳の人1人だったんで、18歳ですね。ごめんなさい。船長1人と18歳の船員2人だったんですけど、18歳の船員が先に死んでしまった。で、自分が生き延びるか、自分が、あの世に行くかっていう道しかなかったんですよ。でもやっぱり人間だから、そこでやっぱ生きようっていうね、なんていうのか、本能でしょうね。本能が多分出たんでしょうね。で、その場を取れて船長は、その18歳の人のね、船員の人肉を食べて生き延びました。だけど、そのやっぱり助かってからずっと船長は悩んでいたっていうようなことを言っているんですよ。だからなぜ自分は、人肉を食べて生き延びたのかっていうことをずっと悩みながら生きていたっていうことが言われている。そしてこの船長が言った、言葉でね、ここら辺やっぱりちょっと、なんていうのかな、胸が痛いよなって、ちょっと僕思う、結構真面目な話、真面目な話してるつもりなんですけど、真面目な話があってね、この船長が思ったらしいんですよね。この世の中にもし神様がいるんだったら、なんで自分だけ生かしたのかっていうことをずっと思っていたっていうことを言っているとです。もしこの船長の言葉っていうのを裏を返したら、自分を含む18歳の船員も全部まとまって、みんながあの世に行っていた場合は、船長は自分でその人肉を食べてまでサバイブすることがなかったんじゃないかって、そういうようなことを言ってるんですよね。で、この船長の話っていうのは、本当に、なんていうのかな、聞いてて胸が痛むなっていうところがあるんですけど、やはりそういうような、今でいう平たい言葉で言うと、トラウマっていうことなんですけど、多分そんな息ではないと思うんですけど、やっぱり人肉を食べてね、生き延びた、どうにかしてやっぱり生き延びたっていうようなことなんですけど、事件の後もずっと自分の夢の中に、その18歳の船員の肉を食べたっていう夢が、悪夢が出てくるらしいんですよ。で、そういうようなことをずっと抱えながら生きていて、もう生きることそのものが苦しくなって、船長は自ら命を絶とうとしたこともあるんだけど、結局それでは自ら命を絶たなかったんですですよ。だからこの事件というのはちょっとね、リスナー様はご存知かなっていう感じなんですけど、光ゴケ事件で、これ船長とかってどういう人かっていう話なんですけど、生き延びたは良いって言ったら失礼ですけど、生き延びたは生き延びたんですけど、その後めちゃめちゃ大変な思いっていうか、精神的なもの、頭の中にそういったものを抱えて、生きていたっていう、なんていうのかな、サバイブっていうか、サバイバルしたことは良かったんですよ。一人生き延びたことは良かったんだけど、その一人生き延びる際に、船員の人肉を食べて生きた。なんとか自分生き延びたっていう、そういう話なんですけれども、それっていうことが、人間の本能なんですけど、その船長は分かっていたから、自分の心の中にずっとその辛かったことを背負ってその後生きていたんですよね。これっていうのは結構ものすごく、もう今ではこういったことっていうのは考えづらい、考えられることではないのかもしれないけど、人間って極限状態になれば生きるために多分本能が働くんで、もう目の前に例えばね、言葉悪いですけど人肉があったらそれを食べて生きるか、それを食べずに、亡くなるかって言ったら、おそらくね、人間の本能極限まで行ったらそれを食べて、長らく生きなえるっていうのが、それが多分人間の本能なんですよ。でもそこから先の難しいことがあって、その後生き延びたとしてもね、ずっと、俺はあの時ね、人の肉を食べて生き延びたんだとか、人肉を食べて生き延びたんだって、ずっとそういうことを引きずって生きていくって、その船長はそういうことを言ってるんで、これっていうのはなんか、なんていうんですかね、ものすごく考えさせられる、ような、事件だなっていうことでちょっと思ったんで、取り上げてみました。
まあ、リスナーさんはそう思わないかもしれないですけど、人肉を食べたからどうとかそういう話ではないんですよ。まあ、そういう話なんですけれども、だ人間って極限状態に追い詰められると、まあ、そうなってしまうよねっていうような真剣な話でもあるし、で結局その結果長く生き延びたとしても、そのした行為を自分は絶対覚えてるんで、あ、俺はああいうことをして生きたんだっていうことをずっとなんか悩みながら生きていたっていう、この船長の話ってちょっとだいぶ考えさせられるようになって、その光ゴケ事件の後ね、船長っていうのはものすごいものを背負って、まあ、ずっと生きていて、まあ、最後は、まあ、それで亡くなったっていうような話なんですけれども、まあ、ちょっとね、少し前にこの光ゴケ事件っていうのを僕はちょっと知ったんで、まあ、こういうのっていうのはね、まあ、やっぱいろいろ考えるものもあるし、まあ、リスナーさんもまあ思われることがあるんじゃないかなとかっていうことをちょっと思ったんで、まあ、今回取り上げてみました。この光ゴケ事件においてね、まあ、やっぱ人間の精神状態とか人間のまあ極限の状態に行くと、まあ、そういうことになってしまうよなっていう、まあ、その人の肉を食ってしまう、ね、食肉食ってしまう、人肉事件ということにつながってしまうよなって、でその後生きていてもものすごいものを背負っていって、大変な思いをして生きていたんだなって、そういうようなことについて、まあ、ちょっと僕なりに、今回思うところをお話しさせていただきましたということで、今回の音声ここで終わりです。皆様いつも聞いていただいてありがとうございます。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。